はい、お疲れ様でございます。小泉進次郎さんの発言、貧乏人は高卒でいいじゃんっていうことは多分言ってないと思いますよ。こんなことはさすがに言わないでしょ。言わないんだけども言いそうだよねって気はしますこの人はね。で、現象としては大学の費用が高いからお金がない人は高卒でいいじゃないかと、高卒でも頑張れば大卒とか学歴とか関係ないよっていう風に励ました意味でね、この人は言いそうなんですけども、でも何と言いますかね、小泉構文というか、わけわかんないですよこの人の発言って。だから貧乏人は高卒でいいんじゃないですかとかって言いそうですけども、言いそうなだけでね、貧乏人って言葉を使うとは思いません。はい、それよりもね、今回自民党総裁選に出場されている9人の方が統一教会もお咎めなし、裏金も追及せずということでね、もう一度お通夜状態になってしまったということがあります。それから中国にいらっしゃるなんか10歳のね男の子、お子さんがなんか現地で虐殺されたっていうニュースが入ってきましたけども、これも総裁候補である上川外務大臣ね、他人事ということで、まあ血も涙もないね、自民党の面々ですね。で、さらにね、裏金のことなんですけども、岸田総裁もね、なんかたびたび言われてましたけども、その、捜査権のない中での調査は、自民党内で独自にやってるんだけども、やっぱりね、難しいって言うんですよ。調査権がないから。でも、調査権があろうがなかろうが、これ、自白すれば済むわけでしょ？自民党員が自民党員に対して、わざわざ聞くことではなくてね、はい、裏金を後ろめたいと思ってる人は一本前に出なさいと言えば済む話じゃないですか。そしたらトムとジェリーみたいにほとんどの人が一歩後ろに下がって後ろに下がり損ねたやつがね、なんかお前が一歩前に出たのかみたいに思われちゃうところもあってね、面白いんですけどもね。まあこのぐらいにしときましょうか。まあ小泉進次郎さんは貧乏人は高卒でいいじゃんなんて言ってないと思いますよ。これはなんかね、言いそうではありますよね。でもね、だから拡散されるんですよね、こいつがこんなこと言ったって。だって言いそうだもんいや言いそうですよこいつは。もう小泉お前何やってんだよ。もういいよ、さよなら。